今日も残念ながら、まあまあ前半は伊藤君完璧だったんですけども、やっぱり100球前後になって今日も捕まったというふうなゲームになってしまいました。まあ5回までは伊藤君のいい、思い通りのピッチングができたと思います。まあ、フォークボールかツーシームみたいな、まあ浅めに挟んだボールが、まあ、もう本当に低めにコントロールされて、まあ打たして取る。9、2球目でカウントを整えて、まあ追い込んで、まあそれを打たして、まあ、ボンダの山、5回までは。そういう感じのピッチングで、まあ、これ、今日は、普通で見たら1対0でいくのか、くらいのペースで投げ切ってたんですけども、やっぱり、100球前後になってきて、ちょっとボールが高めに浮き出したところを、まあ、広島の勢いの打線に捕まった形になったんですけど、やっぱり、勢い的に、まあ、菊池の、バスターエンドランみたいなバスターで、マルテが前に守ってたのを頭抜かれたのが、まあ、本当にピッチャーにしたらもう打ち取ったボールがヒットになったっていう。まあそこから、まあ広島の追いついた時点で勢いの差が出たかなと。まあ本当に伊藤君に対して言えば別に伊藤君を攻めるような今日はピッチングじゃなかったと思う。やっぱり今の連敗してるチームで言うと、やっぱり1対0は厳しいのかなという。もうそれで抑えないといけないっていうものを持って投げたのかどうかな。80球、90球くらいからはやっぱりボール、ストレートのスピードもちょっと落ちてきたし、低めには行ってるけど、その、キレが悪くなってきてるんで、まあ、広島のバッターもそれがファールになってきたっていう。5回まではそれがゴロアウトが多かったんですけども、それが6回にはそれがちょっと、前に飛ばされてヒットがこう出てきて、まあ、それまで1安打だったのが、まあ、6回に、まあ、3本。4本とこう打たれるケース。バスターエンドランの場合はね、これはしょうがないんですけども、やっぱりそこで勢いで、まあいい当たりだったんですけど、中野のトンネルのもこう重なって、まあ3点取られてしまったっていう、まあそこで追い越された時点で、まあ阪神には追いつく勢いがないのかなというようなゲームになってしまったっていう、まあ感じになったんですけど、まあ今日から2点取ったら、これはもう遅いしね、どうにもならない2点だったので、もう今日は8対1で本当はまあ負けるゲームになってしまったのはちょっと残念。まあやっぱり打線の方も、とこたま良かったですけどね。もう伊藤に指定するぐらいのピッチングでホームラン1本だけのピッチングができてたんで、ピッチャーが良かったのか打線なのか、まあピッチャーはまあいいっていうしかないね。やっぱり連打が出ない、その弱さが出てるし、こう評論してるけども今日は何とも言えない、言うとこのないようなゲームになってしまったっていうのは本音ですけど。まあ、小野はちょっとキャンプで一緒にご飯食べた選手でもあるので期待してみてるね。やっぱりちょっと体の開きが早い分高めに浮くボールとかいうコントロールがちょっと乱れるケースも、まあ150キロ普通に出るんですけども、やっぱりいつもカウント悪くしたりフォアボール出したらのはちょっとこう出てきてるんで、もうちょっと力でも十分抑えられるようなものを持ってるにもかかわらず、なんかいつも、なんとかな、ビクビクしたような、いつもカウント悪くして投げるんで、まあまあ抑えたりはしてるけど、本当にじゃあバッと抑えるピッチングがなかなかできないのが残念かなっていう。左ピッチャーっていうところでまあ変えたと思うんだけども、まあロアスが、まあ今日はホームラン打ったんで何とも言えないけども、ただそこだけだと思うね。昨日までのヒットにはなってないけども、一番芯に当たってるのは糸井だっていう感じに俺は見てるんだけども、やっぱり1、2番で、出て3番、4番っていう考えになってるんじゃないかな。まあ、ロハスもヒット出てきたんで、やっぱりランナーがいて、まあ一応大量点を狙った打線にしてるのかな。1、2番もヒットも出るけど、まあ、凡打になるのは簡単すぎるよね。この初球にポンと打ってみたり、そういうのはちょっと目立つかな。ファールで粘ったりとか、そういうのはこう、あんまり見えない。まあ最後の、まあ大山なんかボールばっかり、して、まあ、空振り三振になってる。そのもう、粘って塁に出るとか、まあ、そういうふうな、なんか、諦めたバッティングのような4打席なんか見えたしね。まあ、今の打線だったら、点数それぞれそうにないんで、やっぱりピッチャーが頑張って、やっぱり7回まで0とか、まあ、1点を、今日はまあ、1点までね、1点で粘ったんだけど、1点で売るはないな、0点で粘ってたんだけども、やっぱり我慢しきれなかったというか、まあ、今の広島の勢いだったら、やっぱりちょっとランナーが出たりしたら、まあ、機動力も使えるし、菊池なんかもね、バントのバスター行ったら頭抜けるし、まあ普通のとこにいればファーストゴロだったのが、ツーベースになるっていうのも、まあ勢いの差かなと。
皆さんからのコメントに答えたいと思います。投手交代の場合は、カード監督と相談する、して変えるのが一番多いんですけど、あとは先発のボールの勢い、ほんで、球数、そういうのを判断しながら、あとはその左か右か、バッターによって、変えたり、その相性の良さもありますけども、やっぱり先発ピッチャーも打たれてはいない、ボールは弱ってきても相手のチームがタイミング合わなかったら続投を指すこともあるし、イニングを引っ張って投げさす。もうここはもう捕まりそうだからもう早めに変えようという。星野さんは、勝ちゲームの場合は、監督に、僕は任してて、セリーグの方をよく知ってたんで、そういう、負けゲームの場合は自分の意思で使いたいピッチャーを頼んだり、それで投げさせてもらったりしていたこともあります。楽天時なんかは、ある程度任せてくれてたんで、でもやっぱりボールの勢いとか、ボールが浮いてきたかとか、そういうのを判断しながら僕は書いてました。坂井、初戦のね、あそこの斉藤くんが悪いんじゃないんだけども、その勝ってるゲームで点数あったから斉藤くんだったのか、もう初戦だったんで、やっぱり勝ちパターンのピッチャーで、行ってほしいな。8回までは行って、9回はあんだけ点数があれば、もう誰が投げてもいいと思うんですけど、やっぱりまだイニングがあったんで、その辺はちょっと、今回の5連敗につながってる、とこだったのかな。あそこはもう1点差まで来られて、矢崎君を使ったけども、矢崎のボールも全然良くなかったんで、打たれてしまったっていうのもあるんですけど、そういうとこ、例えば、イニングが早ければ、ブルペンのコーチと、例えば2人投げさせておいて、今日はどっちが調子がいいかとか、僕はそういうふうに聞いて、いい方を使ったりしてきました。イニングが早い場合ね。後半はもうパターンが決まってるんで、左か右か、ワンポイントで誰かを使うか、というふうに考えながら、監督と相談しながら、ここはもう左、一人だけ行かそうという、ふうなこともやってきたので、そこでフォアボール出されると困るんですけども、それで抑えてくれると、その左のワンポイントの仕事は終わりで、次のピッチャーが、すごい投げやすいっていうふうに考えながら、打たれることもあるし、フォアボール出すこともあるんですけど、もう一人だけ挟んで左を使うとか、そういうふうにやってきました。今回に限っては先発が前半が全部良かったんで、ある程度一回でも多く投げさせたいっていうので、引っ張ったり、西君なんか全然変えなくてもいいかなと思うところもあったりするんですけど、そのベンチワークでっていう聞かれても、そこにバテたから変えたのか、例えば9回までも投げれるんであってもバッターが回ってきたから変えたのかっていうのもあるし、その辺のベンチの考えは、よくわかんないんだけども、だから結構難しいのはやっぱりバッターが回ってきた時に、じゃあ2アウト1塁でピッチャーに回ってきました、代打出します。で、この代打が打つってパーセント何分あるかってことも考えて、続投とかも考えた方がいいと思うよね。イニングが、もう7回だからとかじゃなくて、今日のさっき言ったように、例えば昨日の西だったらタイミング合ってないから、続投誘うとか、もうそういうのもベンチの判断でやらないといけないのよね。だからもうイニング、先発がイニング投げてくれて、今回みたいにスアレスとかいないんであれば、完投するくらいのね、点差であったんで、それでもいいのかなっていう考えもある。